共に勝利しようのプーチン、ロシア軍大攻勢間近、崖っぷちのウクライナは止めきれるのか。2022年9月には電撃的な機動作戦で大きく領土を奪還することに成功したウクライナだが、昨年6月の反転攻勢が不調に終わり、その後は守勢に。そして今、ロシア軍の大攻勢が目前に迫る。兵員も弾薬も兵器も不足する中、この危機を耐え抜いて次の好機を作ることはできるのか。兵力損耗、兵器不足で押し込まれるウクライナ軍。共に勝利しよう。5月7日に行われた通算5期目の大統領就任式で、ロシアのプーチン大統領は国民にそう呼びかけた。ウクライナ軍は昨年6月からの反転攻勢作戦で大規模な進撃や領土奪還を達成できず、その後戦線は膠着。昨年秋頃からは徐々にロシア軍の攻勢が目立ち始め、攻勢と守勢が入れ替わってしまった。ロシア軍は現在ドネツク州のバフムト、昨年5月に制圧とアウディーウカ、今年2月に制圧を足がかりに攻勢を続けている。防衛省防衛研究所米欧ロシア研究室長の山添博氏が解説する。昨年6月の段階ではウクライナ軍の反転攻勢に対する期待が高かったのですが、現実には西側諸国からの武器支援も大きな部隊による諸兵科連合作戦の訓練もまだ不十分でした。それでもロシア軍が開戦当初の損害から回復して戦力を高める前に作戦を始めるしかありませんでした。しかし実際はロシア軍は塹壕と地雷による強固な防衛線、ドローンによる監視・攻撃能力や電波妨害能力といった守勢作戦の準備をすでに固めており、ウクライナ軍は大きな戦果を得ることができませんでした。そして現時点では、ウクライナ軍の深刻な人的消耗、弾薬や対空ミサイルなど各種兵器の不足に対して、ロシア軍の方が相対的に戦力を整備できており、近くロシア軍の大規模攻勢が始まると予想されている。昨年のバフムトの戦いと今年のアウディーウカの戦いの途中までは、ロシア軍の戦い方は囚人兵をひたすら突撃させるなど、兵士の多大な犠牲に依存したものでした。ところが、アウディーウカを制圧する段階では、航空戦力、爆撃機を有効に使い、滑空爆弾による空爆で大きな戦果を上げるようになりました。ロシア軍のこの戦術的変化は、ウクライナ軍にとって困難な状況を生んでいます。さらに、ウクライナ国防情報総局のスキビツキー副局長は、A エコノミスト紙のインタビューで、ロシア軍は大規模攻勢に備えて51万人超の兵力を投入する準備ができており、それに対してウクライナ軍は戦線を維持するための兵力資源も弾薬、兵器も足りていないと話しています。ロシア軍はウクライナ軍の状況が改善する前にできる限り敵を叩いて進みたいと考えているはずで、おそらくドネツク州全域の制圧までは見据えているでしょう。かっこ山添氏。ウクライナ当局は今年2月、ロシアの全面侵攻開始から2年で3万1000人の兵士が死亡したと発表しているが、現実にはより深刻な状況だという見方もある。A、ロンドンを拠点に活動し、ウクライナやポーランドでも取材を行っているジャーナリストの木村正人氏が言う。ウクライナ中部で、ウクライナ軍の訓練を支援している元陸軍兵士のマーク・ロペス氏は、ウクライナ軍の実際の損耗を死者7万5000人、負傷者15万人、そのうち3万人が
四肢の切断手術を受けていると推計しています。私はウクライナに車椅子を届ける活動もしているのですが、現地の病院を訪れた際には、四肢の一部切断に至った負傷兵を本当に数多く見ました。訓練された精鋭兵の不足もあり、前線の塹壕にはもともとプロの軍人ではない領土防衛隊の人々が配置されているケースも多い。彼らは愛国心ゆえに戦っていますが、高齢の人も多く、決して練度が高いとは言えません。また弾薬不足も深刻で、ロペス氏によれば、昨週は3対1程度だったロシア軍とウクライナ軍の砲撃の比率が、最近では10対1、局所的には20対1まで劣勢になっているといいます。ロシア軍の航空優勢をどう押し戻すか。この弾薬不足の一因となったのが、アメリカ連邦議会下院の混乱だ。ウクライナ支援予算案が昨年末から数ヶ月にわたり可決されず、武器供与は停滞。その予算はようやく4月24日に成立したが、支援再開は戦況にどう影響するのか。明海大学教授、日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫氏が解説する。アウディーウカ周辺を除けば、ウクライナ軍は砲弾が足りない中でも戦線を整理して防衛ラインを強化し、なんとかロシア軍の攻勢を食い止めてきました。アメリカの支援再開により、砲弾は徐々に供与されていきますが、欧州各国からの供与分を合わせても、まだ当面はこれまで1日2000発しか撃てなかったのが2500発に増える程度。当分の間は防衛作戦を続けなければならないのが現状です。では、砲弾以外の軍事支援のポイントは？一つは、ロシア軍のドローンを妨害電波で無力化する対ドローン兵器。それとそのドローンも含めたロシア軍の攻撃から歩兵を守る戦闘車両や機動車両です。前線の歩兵が生き残れるようにしていかなければ、次の反転攻勢に向けた体制を構築できません。また防空に関しては、防空システム、ランチャーやレーダーや防空ミサイルの数が不足し、後方の都市やエネルギーインフラの防衛を重視すると前線の部隊を守れないというジレンマがありました。しかし今後はアメリカだけでなくドイツなども追加供与する方向のようですから、これらが前線に行き渡ればロシア軍がこれまでのように大胆に航空機を前線に出すことは難しくなるでしょう。さらにアメリカはすでにATACMSハイマースから発射する射程 300km の地対地ミサイルの供与を開始しており、今後はドイツにも空中発射型の長距離ミサイルタウルスの供与を求めていくと思われます。長射程の様々なミサイルが揃うことで、ロシア軍は航空戦力の駐機場を後方に下げざるを得なくなる。数ヶ月続いたロシア軍の航空優勢を少し押し戻すことはできると思います。小谷氏。このようにやはりアメリカの支援再開はウクライナ軍にとって非常に大きい。ただしそれですぐに攻守が入れ替わり、ウクライナ軍が次の反転攻勢に出られるわけではない。その理由の一つは砲弾の供与数。アメリカや欧州各国は砲弾の増産に向けて動いているが、それが十分な数になるのは早くて今年末になる。もう一つの理由は航空戦力だ。まもなくウクライナには F-16 戦闘機の最初の6機が供与される見込みだが、この数では前線で航空優勢を確保するにはとても足りず、小谷氏によれば当初は巡航ミサイルやドローンを撃ち落とす防空任務に使われる可能性が高いという。ロシア軍の攻勢を食い止めて消耗させつつ、少しずつ体制を立て直し、自軍の戦力整備や訓練を行うとすれば、ウクライナ軍の次の反転攻勢は早くて来年。その作戦立案は
NATO 北大西洋条約機構の協力も得ながら進めていくことになる。前回の反転攻勢では、NATO は供与した戦力を一点集中で使うべきだと考えたのに対し、ウクライナは東と南に分散させた。これがうまくいかなかった理由の一つであるとアメリカなどは分析していますが、一方のウクライナ側には、ロシア軍の地雷原を幾重にも重ねた防御線に、そもそも NATO 流の諸兵科連合作戦が通用しなかったという感覚があるかもしれません。NATO 側もそれは理解しているので、前回提案した戦い方ではなく、分厚いロシアの防衛ラインをどうすれば突破できるのか、今考えているのではないでしょうか。小谷氏。プーチンの理想はウクライナの政変？戦場の外にも不確定要素はある。各国の支援がどのレベルでどこまで続くかだ。前述の木村氏が言う。イギリスと EU は自分たちがこの戦争の準当事者であるとの認識から少なくとも向こう5年は支援を続ける覚悟を固めつつあります。ただし問題はエネルギー政策に関しての一致がないこと。今年6月には欧州議会選があり、右派ポピュリスト政党の台頭が予測されていますが、その中からやはり安価なロシアのエネルギーは必要だという声が出てくる可能性もある。安全保障が前面に出ているうちは結束できますが、経済も含めた対ロシア姿勢は一枚岩が続くとは限らない政治状況なのです。そしてアメリカでは11月に大統領選挙がある。もしトランプが返り咲いた場合、ウクライナ支援はどうなるのか。前述の小谷氏はこう見る。少し前まではウクライナ支援に消極的な発言を繰り返していたトランプは、ここに来て態度を大きく変えています。